カナダのウルトラディメンションガード。こっからはウルトラディメンションガードについて勉強だ。よろしくお願いします。今日のカードはこれだ。ウルトラマンガッカーフラッシュタイム。身長55メートル、体重45,000トン、赤と青のラインが映えるバランスのいい形態なんだ。両手をクロスして放つセルジェント光線はすっげー強力だぞ。身長40メートル、体重2万トン、ミクラスカードをリードすることで現れる怪獣だ。ウルトラマンデッカーの危機を救った頼もしい怪獣です。 HNE2 さん、ちょっと硬くない？承知しました。全処します。ああ。ウルトラマンデッカーストロングタイム。身長55メートル、体重45,000トン、赤いボディが特徴的なパワータイプの形態だ。拳にエネルギーを貯めて繰り出すドルネイドブレイカーは超強力だ。かっこいいな。本当だな、カナタとは全然違う。一言多いな。モンスアグル。身長65メートル、体重68,000トン、1300年間埋まっていたカプセルの中にいた赤い怪獣だ。文明を滅ぼすためにメラニン優勢から送り込まれた破壊獣だったな。本当迷惑なやつだよな。カナタみたいなやつだったな。はっきり言うなよ。身長55メートル、体重45,000トン、青のラインが特徴的な超能力を使う形態だ。奇跡の力でエレキンを助けたんだ。ただ倒すだけじゃないっていうのが大事なことだよな。時々まともなこと言うのな。時々アギラ。身長45メートル、体重12,000トン、アギラのカードをリードすることで現れる怪獣だ。角にエネルギーを集中させてからの突進攻撃はとても強力だ。アギラってなんか和むんだよな。あなたにはない要素だな。確かに和みはないかも。身長53メートル、体重44,000トン、かつて地球を救った光の巨人だ。元ガッツセレクトの真中健吾隊員が変身する姿だな。いやー、ほんとびっくりしたよな。同じ変身する人なのにこうも違うとはな。それいい意味じゃないよな。身長53メートル、体重44,000トン、赤と黒のラインが特徴のパワーに秀でた形態だ。エネルギーを貯めた赤い光球を放つデラシウム光流は超強力だ。どことなくデッカーのストロングタイプに似てるよな。変身する人とは似ても似つかないのに。それ前にも聞いた。ウィンダー。身長65メートル、体重23,000トン、ウィンダムのカードをリードすることで現れる怪獣だ。凶暴な怪獣にも果敢に立ち向かう勇気ある怪獣だな。勇気あるってのが俺と一緒だよな。勇気と無謀は違うけど。そんなこと言うなよ。身長53メートル、体重44,000トン、紫色の体をしたスピード形態だ。右手から放つランバルト砲弾が強力だぞ。戦い方がスマートだよな。カナタは存在がコントだよな。どういうこと？スピードネオメガ。身長65メートル、体重3万トン、ネオメガスの細胞から誕生したスフィア合成獣だ。その攻撃はデッカーを打ち負かすほど強力だぞ。ああ、まさか負けちゃうとはな。次負けないようにすればいい。今日は優しい。スフィアジョーズ。身長68メートル、体重68,000トン、デッカーが初めて戦った怪獣だ。今回は前よりパワーアップして現れたぞ。倒したのに復活するとか厄介だよな。往生際の悪さはカナタ並みだな。それ褒めてないよね。身長55メートル、体重45,000トン、ウルトラマンデッカーの最強形態だ。デッカーシールドカリバーはとても強力な武器だぞ。言葉では言い表せないかっこよさ。言葉を知らないだけだろう。あー、言い返せない。ジュトラ。ウルトラマントリガーと戦った闇の巨人の一人だ。幼い頃のリュウモン隊員が襲われたんだ。リュウモンの憧れの人は村越隊長だったんだな。助けたのがもしカナダだったら隊員になってないだろうな。なんでだよ。スフィア。突如地球を襲った謎の宇宙浮遊物体だ。スフィアソルジャー、キングスフィアなどその形は様々だ。スフィアの影響を受けたスフィア合成獣もいるぞ。でも謎ばっかだよな。カナダがガッツセレクトに入れたくらい謎だな。そこは認めとこ。身長53メートル、体重44,000トン、ウルトラマントリガーの最強形態だ。必殺技はグリッターゼペリオン光線だぞ。黄金に輝く姿かっこよすぎる。金色はテンション上がるよな。だよな。初めて意見があった。ウルトラマンダイナー。身長55メートル、体重45,000トン、未来から俺たちを助けに来てくれたウルトラマンだ。必殺技は腕をクロスして打つソルジェント光線だぞ。なんか仕草とか俺似てる気がするんだよね。ないないない、絶対ない。それはない、マジでない。否定しすぎだろ。ウルトラマンティガモンスター。身長53メートル、体重44,000トン、
赤と紫のラインが特徴的なウルトラマンだ。必殺技のゼペリオン光線はとても強力だぞ。昔トリガーと一緒に戦ったこともあるんだって。ケンゴさんだったからこそ助けに来たんだろうな。どういう意味だよ。マザーソフィアジャー。身長88メートル、体重88,000トン。いよいよ姿を現したスフィアの親玉だ。とても危険な印象を受けたな。いよいよ最終決戦か。負けるわけにはいかないぞ。当たり前だ、俺に任せとけ。なんか不安なんだよな。次回もよろしく。またね。みんな楽しんでくれたかな。チャンネル登録すると動画の最新情報が届くんだって。君の応援待ってるぞ。